すする TV。 ゼレゼレとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、昨日と打って変わってシュッとした店名のお店はこちらです。ドン近鉄大阪線奈良線今里駅から徒歩4分くらいのところにあります麺屋福原さんにお邪魔してます。こちら福原さんは東京の超有名店麺屋一刀さんから独立されたお店で、美しい清湯スープの醤油塩ラーメンに加え、修行先一刀さん譲りの鶏白湯濃厚魚介ラーメンを提供するなど、様々なメニューを展開していて、大阪でも一躍人気店となっているお店です。豊富なメニューの中から果たしてすするは何をすするんでしょうか。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ麺屋福原さん、食器数です。今回は味玉芳醇鶏そば塩をプッシュしました。今里筋をまっすぐ行くと国道25号線とぶつかるなと思いながら待ってた。こちらが麺屋福原さんの味玉芳醇鶏そば塩です。おーい、黄金色のスープと2種類のチャーシューもうまそう。青菜やネギの彩りも綺麗だぞってことでいただきます。さあまずはスープから。でほーん、無花鳥らしいあっさりクリアな味わいで、奈良県産の地鶏が香る後味すっきりなスープ。塩だれもキリリと効いているので、これなら福原忍コーチもおはぎではなく塩ラーメンと呼ばれるかもしれません。では続いて麺をリフトアップしたら、はい、スルー、ダラーン。平打ち気味の中細麺は少し柔らかめの茹で加減で、むっちりかつもっちりとしたスープに寄り添うタイプ。喉越しの滑らかさも心地いい感じで、ぜひともマインちゃんにも挑戦してもらいたいです。さあ今度はレアチャーシューをパクリ。噛むと肉の旨味がじゅわっとあふれ、素材の味を楽しめるやつ。合間に塩スープをまとった青菜を食らいつつ、また麺の滑らかなすすり心地とクリアな味わいを楽しんで、しっとり食感の鶏チャーシューも食らっちゃいます。ってな感じで終盤戦は味玉をカプリと食らいつつ、しっかりとスープを完飲したら本日も完食です。大変美味しくすすれました。あっさりでキレのあるついつい飲んじゃう一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、福原さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。化学調味料不使用、無花鳥のあっさりクリアな一杯で、スープを飲み干す勢いでしたね。黄金色に輝くスープには、奈良県産の地鶏を使っているとのことで、飲んでみると、鶏の香りが立ち込め、後味はすっキリとしていました。キリリと塩だれも効いていて、クオリティ高めなスープでしたね。麺はスープと寄り添う平打ち気味の中細麺で、むっちりプリッとした食感がありつつ、喉越しは滑らかでした。レアチャーシューと鶏チャーシューも麺とスープを引き立たせるナイストッピングといった感じで美味しくいただきましたね。ちなみに福原さんの支店福郎さんでは、なんと二郎系ラーメンも提供しているとのことで、そちらも非常に気になりましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋福原さん一等賞や、うまい。